はい、再びライフアフターの世界へ戻ってきました。続きやっていきたいと思います。さあ、こちらなんですけど、こちら古い螺旋階段、石、これいつの間にか作れるね。螺旋階段ちょっとね、夢なんだよね じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、じゃあ螺旋階段ゲットしたんですけど、今まだ2階しかできてないけど、そのうち3階4階って作っていくんで、こちらでっけっ、ちょっと待って、わ、でっかでっかでっか、どうしろとこいつ荒ぶってる この辺につけようかなって思ってたんだけど、でっか、ちょっとなんか場違い感がすごい。どうしよう、このモンスター、ここにつけちゃったらさ、出られなくなっちゃうし。これちょっと、わ、ここにつけないの、ここつけないの、ここ、いや、強いな、やな、やな、やな、ここまでどうしても始めてくれないな。あ、なんか今、立ち位置が見えてきた。本当かな。ちょっと、いびつすぎるよな。そこつけたら、2回目になってるでしょ。ここだとな。いやー、螺旋階段ちょっと、融通性がないな。この点でもいいんだけど。そう、ここに置くの、こっち側がダメ。そう、ここに置くのダメだね。じゃあ、ここつくの。まあ、よし。螺旋階段じゃ。まあ、ど真ん中に作っちゃったな。となってくると、ここさ、開けて、さらに下からも上げられるよう、こうやって螺旋階段で行けるようにすればいいかもしれない。となってくると、こっちの階段何のためにっていう話になるからやめておこう。まあ、ひとまず、螺旋階段作った。なんもないけど。じゃあ、引き続きこのベランダのこの柵ね。めちゃくちゃ使うけど、火を集めていこう。さあ、科学界。来たぞ セクスタス、セクスタス、お前じゃ、これな、貢いでいかんとな、一生終わらんもんな もう辛いんだけど、もう、とにかくね、貢いでいく。5000でしょ。とりあえず、ガンガン上げていくか。これでも、これ5000超えたとしてもダメかもしれんな、これな。とりあえず、今日はこん、上げれるだけ上げていきたいと思います。ほよし。じゃあ、まあ最後に1個3490、まあ次回ね、ステップアップしていくでしょう。うわー、何あれ、何これ、これゾンビがバカンスしてる。何この人たち、うわ、ゾンビが、うわ、バケーション、うわ、ここゾンビめっちゃいる。あ、デブ早いやん、お前。うわ、ちょっと待って、ここ、いけない。やばい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 。何ここ、行き止まり。うわ、すいません、楽しんでるところすいません。うわ、うげえ、狼めっちゃいる。だけど、それでも石優先。もう、わあ、レア石が出てくれた。嬉しい。お前らには用ないんじゃ。うら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 
ていきます。あ、骨もねいずれ使うんで。ナイスゲッツ。あ、なんだろうこのマスターキーって。ん、何これ。ほとんどの宝箱を開けるのに有用な鍵。あー、これあったよね、あれ遠征場。あちらね、なんか結構マスターキーの箱とかあったけど、まあ、とりあえずじゃあ1個作ろうかな。うん、1個だけ作っとこう。そうしよう。はい、じゃあ柵がようやく作れるね。うん、よし、作っていきましょう。で、こちらは先鉄がたくさん作ったんで、いや六角ネジがなー、めちゃ欲しいんだよなこれな。何個作れるか。今3個か。よしよし、じゃあこれで六角ネジが7個できた。あと3個欲しいんだよね。はい、じゃあこちらで柵がもう1個作れたんで、こちらに取り付けようか。よし、ここのね、うん、左右の隅っこには柱付きのやつだけど、それは荘園レベル5にならないと作れないから、うん、ここはそのままちょっと放置しておきましょう。これ今気がついたんだけど、この洗面台オブジェって何？一連が3つで
じゃあちょっとこの作ってみようかね。はい、じゃあこれ石レンガ手に入れたんで、家具ね、家具できた、できたっちゅうか、あ、なんかパラソルとかある。うわ、なんかいろいろ作りたくなるけど、この洗面台、これが何の役に立つんだろう。とりあえず作ってみよう。4分か、長いね。わー、一発でしか倒せた。なんかすげー強くなってないか、自分。わー、いや、なんかすげー強くなってるな。弓矢で一発。いやー、なんか自分が相当強くなってることを実感する。じゃあ、この鹿も一発。やったー、どんどん終わらせていくか。やったー、鉱石を10個集めた。オッケー、ありがてー。さあ、この人。この人を倒せば、一発。イエイ。弓矢超強えな。やった、終わった。案外早かった。はい、じゃあ、いつの間にかできてたね、洗面台オブジェ。どこに設置しようか、洗面台。おう。これ回転、向き的にはこうだよね。あ、この辺つけれないか。この辺なんか活用したいんだけどね。どうしようかな、洗面台ここでもいいな。いきなり入り口みたいな。まあ別に悪くはないと思うんだよね。よっ、よし。え、顔洗えるんじゃないの。うわ、これ、ちょっと待って、これ本当にただのオブジェなの。これピカピカ光ってるけど、ふざけんじゃねえ、これ。なんか顔洗って回復するとかそういうことじゃねえの。つらっ。